青コーナーよりゼロ番高岩達人入場。赤コーナーよりプロレスリングの金丸義信入先生を盛り上げる若き仕事に金丸義信が入ってまいります。高岩シングルマッチ30分日本勝負を行います。青子のゼロファン高岩19センチ100キロ高岩初人。行け高岩。赤コーナー高岩プロレスリングの73センチ85キロ金丸レフリーマイティ井上高岩。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組に行きます。ボディスラムです。組み合います。ボディスラム、ストンピングです。ブロックします。張ります。チョップがうなってまいります。逆水平を打っていきます。キックを打っていきます。エルボーをかち上げます。掴んだエルボー、行くのか。このあたりまさにプロのレスリングであります。逆水平。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。抱えます。エルボーでブロック。ジャスリコンドのエルボー、ガードします。ニードロップ。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。
バッとホイップしてまいります。おっと、チョーク攻撃であります。ロープブレイクです。肘を掴んでまいります。巻き投げで切り返します。あっと返します。腰を落とします。エルボーで返します。バックドロップの体勢、岩石落としで叩きつけます。掴みます。逆に返します。蹴ってまいります。組み合います。切り返します。ギロチンドロップ、抱えます。パンチで返します。あっと、エルボーロックアップ、強烈に叩きつけてまいります。なんと気合を入れてまいります。スタンディングを取らせます。ブレーンバスターで投げつける。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、リバースで返した。ピンポイント膝。組み合った、巻き投げで切り返した。コーナーに登ってエルボーダイビング、返した返した返しました。いけるか。おっと、そのまま後ろに落としていった。立たせていく、ガチッと組み合った、逆に振り返した、そのまま巻き投げていった。放っていくのか。高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした。引き起こす。あっと、エビ固めで丸めていく。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。逆にロープに振った。あっと、ロープ開くようなエビ固め、レフェリーは気づかない。3つは入りません。抱えた DDT 起こした。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。組み合った、コーナーに振って、そのまま浴びせていった。10分経過、10ミリット、至近距離からのライアット、アキレス腱がダメだ、アキレス腱がダメ。頭を掴んでハンマーを落としていく。いけるか。ロープに飛ばした、膝へのドロップキック。あっと、顔面踏みつけ、バックに回った。あっと、急所攻撃、コーナーに振った。あっと、ライアット、片エビに持ち込む、ロープブレイク、ブロックした、引き起こす、蹴っていった、蹴り上げていく、腕をフックした、 DDT 脳天。起こした、腰に手を回した。あっと、スクールボーイで丸める。カウント 2.5、ライアット強烈、強烈に締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。ブレンバスター行くのか。あっと、うまく切り返した。ここは踏ん張るところですね。そうですね、ここからはお互いに精神力の勝負ですよ。あっと、逆に投げていった、
バックを取ってさせません。ガチッと組み合った、バット返した、カバーの体勢、カウント2、返しました。フロントキック、いけるか、そのまま締め上げる、ハンマー気味のパンチ、気合を入れた、抱き起こす、肉体を躍動させる、ラリアット、至近距離、立たせていく、バックを取って、読んでいます、まさに読み切り小説。さあ、グレコローマンの言う杉浦隆がふてぶたしい表情で入場してまいります。赤コーナーより田中みのる入場。想像していくのでありましょうか。田中実が入場してまいります。杉浦、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー178センチ、98キロ、杉浦高橋。ミノルさん、赤コーナー175センチ、90キロ、杉浦。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。あっと、キャッチした、足を狙ってまいります、組みに行きます、返してまいります、組み合います、フロントからのヘッドロックに移行します。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。腕を取ってまいります、フロントに捉えます、パンチで返します、膝へのドロップキック、ロックアップ、コーナーに振った、ドロップキック、
ロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、行くのか。倒してまいります。スリーパーに捉えます。各種の十字固めを得意とし、十字職人の異名を持ちますこの田中実、自らの名前を冠したオリジナルホールド実スペシャルの切れ味はまさに妙義と呼ぶにふさわしいものがございます。腕をフックします。逆に投げてまいります。行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。掴んだ。円錐切り。ラフ殺法に転じます。掴みます。あっと、膝十字で切り返す。ロックアップ、切り返します。組みに行きます。コーナーに振ってストンピングを叩き込んでまいります。エルボードロップ落としてまいります。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。抱えます。させません。体を預けます。ロープに逃れました。あっと、逆に捉えた。させません。行くのか。逆に返します。起こします。組み合います。逆に倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ガードします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。ローを打ってまいります。フロントから落としてまいります。起こしてまいります。フライングリールキック。足を取ってアキレス腱であります。ロープブレイク。あっと、逆に足を取った。組みに行きます。ロープに飛ばした。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイント外れてますね。蹴ってまいります。あっと、キャッチした。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。ああ、そうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。フロントに捉えた。させません。いけるか。あっと、逆に投げていった。立たせていく。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、打ち込む顔面。腕をフックした。あっと、膝蹴っていった。掴んだ。容赦のない攻めだ。エルボーを打ち込む。すごい音がした。捉えた。バックに回った。チョークで締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。サイドを取った。アマラス式でリフトしていった。起こした。エルボーで返す。抜くのか。蹴り上げていく。スペアタックル。足を殺していった。腰に手を回した。
足を取って切り返した。ロープブレイク、頭を掴んでエルボー速射砲。首根っこを掴んだ、エルボーの連打。フルネルソンの体勢、あと逆に返した。ストンピングを叩き込む、頭を掴んで高めに入りましたよ。脳髄に響いたか。足を取った、膝十字固め。掴んだ、あっと膝十字で切り返す。組み合った、ロープに振った、なんとスピア。バックを取って足を取って切り返した、ロープに逃れました。ガチッと組み合った、コーナーに振った、スピアーが突き刺さった、カバーした。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。逆に振り返して、ドロップキック、ガチッと組み合った、ラフに転じる、スピア強烈、バックを取って、あと耐えた、首根っこを掴んだ、あと逆に足を取った、ここでロープブレイク、組み合った、さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。スライダーで投げていった、抱き起こす、腕をフックした、フロントからの投げに転じる、引き起こす、小脇に抱えた、バックドロップ、きれいにこう描いた。腰を落とす、逆にハイキック、ここで持っていくのか、そのまま体固め、カウント、2ノーザン行くのか、ノーザンライトから一気に腕しぎに移行する。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。起こした、うわ、いてこい、俺の力、担ぐか、オリンピック予選スラム、タイを預ける、ロープに逃れた、あとキャッチした、ドラゴンスクリューで倒した、腕を取った、腕しぎ十字固め、ここでロープブレイク、いけるか、ロープに飛ばした、脇固めに持っていった、キック、ハイキック側頭部、ガッツポーズ入った、キックが顔面を捉える、膝十字に持っていった、岩壁の母の胸に抱かれました。強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく、カウントに入る、ロープブレイク、ブロックした、引き起こす、首をかっ切るのか、担ぎ上げるのか、オリンピック予選スラム、首から落下、
そのまま体固め。ロープブレイク、ロープブレイク。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。一気にスパークするのか。オリンピック予選スラム、首から落下。カウントは入る。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより選手入場。さあ、スーパージュニアを目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。赤コーナーよりエルサムライ入場。さあ、ジュニアの巨人エルサムライが入ってまいります。お侍シングルマッチ30分日本勝負を行います。オコのオリジナルレスラー。頑張れ。赤コーナー180cm92kg Lレフリー、マイティー、イノベイ。いけすみきった音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。キックを打っていきます。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。膝へのキックです。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。レトロ調の技を繰り出してまいります。エルボーを入れていきます。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。鋭いキックです。テイクダウン。嬉しい逆十字の体勢。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控え室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも
痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。腕を取ります。エルボー、ソバットを放ちます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。行くのか、返してまいります。こういう攻め方はうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。ストンピングです。組み合います。倒してまいります。高周波数の音が館内に響きます。腕を取ります。逆に腕を取ります。アームロックの体勢。ドロップキックであります。組みに行きます。逆に返します。膝を狙ってまいります。逆にバックに回った。バックを取ります。あっと、下から腕を取った。ロープブレイク、ロックアップ、ロープに振った。巻き投げてまいります。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。足を狙ってまいります。キックを打ってまいります。キック攻撃を見舞います。行くのか、逆に投げてまいります。ブレンバスターに取ります。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。起こしてまいります。突き上げる想定、ストッピングを叩き込む。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。腕を取った。腕折りに持っていった。円錐切り、あと脇固めに取った。腕を回した。あと逆に投げていった。起こした。ミールキックがこみかみに入った。トペコイヒーロー、いけるか。お気をつけなさい。ローキック強烈、腕を取った。腕を殺していった。リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。コーナーに振って。10分経過、10ミニッツコーン。トップロープから雪崩を落としていった。引き起こす。エルボーを打ち込む。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。腰に手を回した。あと、リバースの DDT、 頸動脈を締め上げる。ここでロープブレイク。腕を取った。アームロックで決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。あっと、切り返した。カバーの体勢、ロープに逃れました。抱えた。直下式ブレンバスター、戦闘用はクラゲチッター。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、
ここからどちらが技を畳み込めるかですね。ロープに飛ばした。こめかめに入りましたよ。猛髄に響いたか。アームロック、アームロック、ロープブレイク張った。バックに回った。ジャーマー、ロープブレイク、ロープブレイク、ガジェット組み合った。あと逆に倒した。引き起こす。あっと顔面か。組み合った。ロープに振った。あっとキャッチした。焦点決まった。アッパー気味の焦点、抑え込んで、カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより選手入場。さあ、カリスマチックな悪ガキがド派手な入場を見せてまいります。赤コーナーより中島克彦入場。中島和彦の入場であります。中島、ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー、ガンガン行け。勝彦、赤コーナー頑張れ。この15センチ82キロ、中島、中島勝つ。中島、中島レフリーマイティ、中さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ホイップしてまいります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックであります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。ドロップキックを見舞ってまいります。抱えます。 DDT 組みに行きます。
コーナーに振った。ランニングしたのエルボー、鋭いキックです。腕を捉えます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ロックアップ、あっと返します。引き起こします。ブロックします。ストンピングです。華麗な空中殺法、そしてド派手な大技を使いこなしてまいります。この男、常にファンの期待に応えるそのファイトスタイルは、まさにジュニアヘビーという枠そのものに光を当てる存在と言っても過言ではないでしょう。させません。打ち込んでまいります。組み合います。フライングメイヤー、ラフ殺法に転じます。スタンディングを取らせます。エビが食べて抑え込んだ。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。腰を落とします。ドリラホールパイルドライバー、起こしてまいります。岩石落とし、バックドロップであります。起こします。逆に投げてまいります。腰を落とします。パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。抱き起こす。ドロップキック、膝、奥歯を噛みしめた。ここはチャンスですね。ここは一気に行くしかないですよ。ストッピング、張り手、組み合った、あっと切り返した。立たせていく、スワンダイブのミサイルキック。ストンピングを叩き込む、あっとキャッチした、バックを取って、これ危ないですよ。脳天粉砕か、かわした、いけるか、あっと逆に返した。そのままプレスしていった、掴んだ、エルボーで切り返す、頭を掴んでエルボーを入れていく、バックに回った、ベースバスターで叩きつける。あっとエビ固めで丸めていく、ロープブレイク、首根っこを掴んだ、蹴りを打ち込む、ストンピング強烈、引き起こす、ガードした、カバーの体勢、カウント 2.9、 そうは簡単にはいかせません。あっと返した、ガチッと組み合った、そのまま叩きつけていった、腕をフックした、変形のドライバーが落としていった、カウント3つ、カウント3つ入りました。赤コーナーより中心サンダーライガー
入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。ライガー頑張れ。シングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナーオリジナル頑張れレスラー頑張れ。ライガー赤コーナー170センチ95キロ重心サンダーライガー。頑張れ！マイティー井上。ライガさあ、運命の結果だった。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。あ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか。ボディスラムで叩きつけます。起こしてまいります。リバースで切り返した。返してまいります。ロックアップ、倒してまいります。ラフ殺法に転じます。逆水平打ち込んでまいります。腕を取ります。あっと、エルボー組み合います。コーナーに振った。高周波数の音が館内に響きます。組みに行きます。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。相手を誘惑してまいります。まさにデジャブ。返してまいります。焦点決まった。ストンピング、蹴りつけてまいります。掴んだ、キックで返します。腰を落とします。リバースで返します。さあ、まさにジュニアのトップに君臨しておりますこの重心サンダーライガー。いざ試合になったら格なんか関係ない。大切なのはハートなんだと熱く語るこの男。精力的に他団体にも参戦し、ジュニアを担う熱いハートを探し求めるこの男の動向に注目であります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。泣き起こす。危ないですよ。スイートブラックか。小脇に抱えた。サイドからバックトラップ。フィニッシュになるか。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。逆に捉えた。バックに回った。バックを取り返す。リング上の殺虫剤 DDT。 立たせていく。いけるか。
コーナーに振って決まったか。どっから来るんですか、この力は。やっぱり意地やろうですかね。もう気持ちだけですよ。あっと切り返した。強烈ダブルに。さあ決まるか。カウント 2.98。 もう泣いてる女の子もいます。ガジェット組み、あと逆に返した、起こした、組み合った、あと逆に投げていった、引き起こす、抜くのか、裏カンナラで固める、肩が上がります、ドロップキックが突き刺さる、組み合った、ブロックした、引き起こす、突き上げる想定、どうか、カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。掴んだ、あと逆にキック、今顔面に入りましたよ。危ない状況か、ホイップしていった、逆に切り返した、腕を回した、あとスイートグラッカスチロブレーンバスター、ノープブレイク、奥歯を噛みしめた、助走をつけたか、ライガーバーン、ここでノープブレイク、あっと返した、さあ決まるか、胸に抱かれました、ガードした、立たせていく、あとデジャブに持ってった、ガジェット組み合った、逆に返した、起こした、腕を絡めて抑え込んだ、ロープに逃れました、腕をフックした、ブレーンバスターで投げつける、おっとクランチループで締め上げる、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、抱えた、させません、頭を掴んで、ブロッキー状況か、トップロープを奪う、ボディープレスが降ってきた、燃やせ燃やせ